ゲイリー・アントニアン・シェフィールドは、アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身の元プロ野球選手。MLB で最多奪三振などのタイトル獲得経験があるドワイト・グッテンの追いにあたる。ジャスティス・シェフィールドとの結縁については、ジャスティス自身が否定している。1988年高校時代は、投手や三粒子としてプレー。 最終学年には、速球が80マイルパワー後半に達し、打者としては62打数で打率。515本塁打を記録。1986年の MLB ドラフトで、ミルウォーキーブルワーズから1巡目に指名を受け入団。同年は、ルーキーリーグのヘレナブルワーズで57試合に出場し、打率。365の高打率をマークし、71打点は、 リーグ最多となった。1988年には a 級とトリプル a 級のトータルで打率。327、28本類だ、119打点を記録し、9月のロースター拡張に伴い、メジャー昇格を果たし、9月3日に19歳でメジャーデビュー。1992年3月26日にサンディエゴパドレスへ移籍し、打率。 330を記録して、首位打者を獲得。その後、1993年6月24日に、球団創立1年目のフロリダ・マーリンズに移籍し、9月に4年契約を結んだ。1994年、外野手に転校。怪我のため、87試合のみの出場になったが、27本塁打を記録。1995年も、怪我のため、 63試合の出場だったが打率324、16本塁打を記録。1996年は161試合に出場し、球団記録となる42本塁打を記録した。1997年は開幕直後の4月2日に、メジャー史上最高額となる6年総額6100万ドルで契約延長し、チームも開幕前に FA で大型補強を行い、 アトランタ・ブレイブスに肉薄する力をつけたかと思われた。シェフィールドは前年の半分の21本類が71打点と成績を落とし得点力不足の現況となり、ジム・リーランド監督を投げかせ、チームは畜生のブレイブスの追撃が思うようにできなかった。シェフィールドはこのチームにはもう一人の大砲が必要だと責任逃れの発言をしてしまい、 マスコミから叩かれた。結局、チームはワイルドカードで自身初のポストシーズンに進出し、シェフィールドはワールドチャンピオンとなった。1998年5月15日にマイク・ピアッツァラトのトレードでロサンゼルス・ドジャース移籍。1999年には球団体となる43本塁打を記録した。2002年1月15日トレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍。 2003年に39本類が132打点を記録し MVP の投票では3位にランクした10月27日に FA 宣言をし12月19日に3連総額3900万ドルでニューヨークヤンキースへ移籍2004年は4月に1本類だしか放てなかったためファンやメディアから長打力欠乏の批判を受けステロイド使用を噂された7月 8月の2ヶ月連続で10本塁打を記録するなど復調し、シーズン通算で36本塁打は、アレックス・ロドリゲスと共にチーム最多タイとなり、121打点はチーム最多となった。MVP の投票では、ブラディミール・ゲレーロに次ぐ自己最高の2位にランクした。2005年は34本塁打、123打点を記録し、3年連続で30本塁打。 120打点を達成し、シルバースラッガー賞を受賞した。2006年は手首の怪我により長期欠場し、チームとしては松井秀樹の骨折による離脱もあり、トレードにてボビー・アブレイを獲得。守備位置が重なるため、復帰した後は不慣れな一塁を守ることになり、不満を言った。プレーオフではスタメンを外され、球団との起立は決定的なものになった。 FA になると、ライバル球団のボストンレッドソックスと契約する可能性が高かったため、球団は、シェフィールドの守るポジションがないのにもかかわらず、1300万ドルのオプションを行使して契約を延長。その上で11月10日にマイナーリーグの投手3人、ハンベルト、サンチェス、ケビン・ウィーラン、アンソニー・クラゲットとの交換トレードで、デトロイト・タイガースへ移籍。 タイガースの監督ジムリーランドと1997年のフロリダ・マーリンズ時代にワールドシリーズを共に制覇し、良好な関係にあるため遺跡を了承。そしてほぼ同時に2年2800万ドルで2009年まで契約延長した。2007年2007年は主に指名打者として出場。5月から7月の月間打率は3割を上回っていたが、 7月下旬に肩を痛め思い切りのいい打撃ができなくなり8月以降の打率は1割台と低迷した2008年9月8日のオークランドアスレチックス戦でシェフィールドが放った本類打はベースボールレファレンスによれば1876年のメジャーリーグ創設以来25万本目の本類打となった2009年4月23日2009年は タイガースとの1400万ドルの契約が残っていたが、開幕前に解雇され、その後ニューヨークメッツと契約。シェフィールドはドワイト・グッテンがかつて在籍していたためメッツでプレーしたかったという。4月17日のブルワーズ戦で史上25人目の500本塁打を達成。500本目の本塁打を代打で達成した初めての選手となり、メッツ所属で達成した初めての選手となった。 2010年はプレイすることなく、2011年2月17日に現役引退を表明した。引退後は代理人形をはじめ、ジェイソン・グリーリなどをクライアントとしている。バットの先端が下を向くほど大きく筆致するフォームを特徴とする。バットスピードの速さはバリーボンズに次ぐと言われ、そのリストの強さを生かし、変化球にとても強い。走塁ではスイングが大きいにもかかわらず、 打席から一塁まで4.2秒で走る瞬速を誇り、通算投類も250をクリア。守備は元内野手であるため補給してから投げるまでが早く、補給位置に入るまでも早いため、肩の強さを最大限に課すことができる。球場外での歯に衣着せぬコメントで有名である。おじのグッテンからは結婚してから別人のように変わった。 すごく大人になったと評されることもあったが、現在でもことあるごとに、問題発言をしてはマスコミを賑わせている。2004年末に一郎のシーズン、最多安打記録更新に対して、200本のシングルヒットおいおい、そんなのはグレートな打者とは言えないぜ。もし、俺がボールをハードに打って、スタンドに入れることを考えなければ、毎日でも単打を打つことができるね。 他の打者だって、そういう風に打席に立てば、だんだくらい打てるさ、とコメントした。2005年夏には、直接名指ししなかったが、チームで一番活躍しているのは、誰なのか俺はわかっている。マスコミは二人の選手以外はゴミだ、と世間に広めたがっている。ヤンキースは、一流のチームだが、選手間の信頼関係はないとニューヨークの、地元指揮者に発言した。この記事に関しては、 本人は悪いことは書かないと言ったのに、嘘をついて取材をしたんだと後日この記者を非難している。2005年4月14日のフェンウェイパークでのレッドソックス戦で8回裏にジェイソン・バリテックが右翼線を点々とする打球を放った。シェフィールドがその打球を処理しようとした際にフェンスからボールに触ろうと身を乗り出したレッドソックスファンがシェフィールドの方を誤ってはいた。 これに気を悪くしたシェフィールドは、二類種に、返球ごその観客に詰め寄った。そこでもう一人のファンにビールをかけられ、シェフィールドは激怒した。寸出のところで警備員が割って入り、事なきを得た。その後、右翼周辺には、ヤンキースの選手や警官、警備員などが大勢集まり、物々しい雰囲気になり、試合は約30分中断した。 この問題を起こした二人のファンはプレーを妨害したということで、ボストン死刑により退場させられ、2005年の残りシーズンの球場への立ち入り禁止処分を受けた。シェフィールドは、あの時は本当に勘忍袋の糸口が切れていたさ。だけど自分がやり返した後どうなるかという結果を考えて反撃を我慢することに徹したとのコメントを残している。 シェフィールドもバリー・ボンズを筆頭とする栄養補助食品会社のバルコによるバルコスキャンダルで疑惑選手として浮上した一人である。2007年12月13日に発表されたミッチェル報告書にも名前が挙げられた。2003年9月に連邦捜査官がグレッグ・アンダーソンのマンションの家宅捜索を行った時にシェフィールドからバルコ社へ送られた領収書が発見されている。 2007年に出版された辞伝によると、2003年12月に、連邦大陪審に、承認関門された時に、ボンズと一緒にトレーニングを行った2002年シーズン前に、ボンズの専属トレーナーであるアンダーソンから、ビタミン剤を受け取り、使用していた。クリームは傷を癒すために右膝に塗り、ステロイド剤が含まれていたかどうかは知らなかったと、証言したという。本の中では、 私はステロイドには興味がなかったし、必要としなかった。使用したくなかったと主張している。また、1994から95年のストライキの後、ステロイドが普及した影響で、本類打が急増した問題について、バドセリグコミッショナーに調査するように一度要請したとしているが、セリグはそのような要求をされた覚えはないと否定している。ありがとうございます。